2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件で崩壊したワールドトレードセンター跡地に建てられ、2014年11月3日に開業した。世界で6番目に高い建物で、西半球で最も高い建物である。この建物の名前は、旧ワールドトレードセンターの北建てと同じ名前である。旧 WTC 跡地の北西の角に位置している。ワールドトレードセンター跡地で進行中の再建計画は、1ワールドトレードセンターなど6つの超高層ビルと、ツインター跡地の慰霊場、地下の商業施設、パストレインニューヨーク市地下鉄、バスターミナル等のターミナル施設などからなる。そのうち最も高い1ワールドトレードセンターの高さは、アメリカ独立の年にちなみ1776フィートである。2009年3月26日、中国の企業万通集団が最初のテナントとなった。その直後、ニューヨークニュージャージー港湾公社は、ビルの名称を、当初のフリーダムタワーから1ワールドトレードセンターに変更することも発表した。その理由は同じ敷地内にある他のビル群が番号ワールドトレードセンターという揃った名称になっているため異なる名称をつけるとビル全体の管理運営に支障をきたすからというものであり、港湾公社は創業者の表林が中国共産党と密接な万通集団との関連を否定した。2015年11月13日、パリ同時多発テロ事件への抗議と哀悼として、トリコロールの3色にライトアップした。前フリーダムタワー設計者、ダニエル・リベスキンド当初は2002年の国際コンペで7つの候補案の中から当選したダニエル・リベスキンドが、マスタープラン及びフリーダムタワーの設計を担当した。リベスキンド案のフリーダムタワーは、モニュメント性の高いものであった。しかし、旧 WTC を港湾公社から長期リースしている不動産開発業者ラリー・シルバースタインは収益性の低いリベスキンド案を嫌い、フリーダムタワーの設計に孫のデイビッド・チャイルズを参加させて計画案を大幅に変更させたため、リベスキンドとの間で訴訟さえ起きる事態となった。両者は後に和解して折衷案が公表されたが、その後、治安担当機関などによる保安上の要請や土地所有者のニューヨークニュージャージー港湾公社の意向等のため計画案はさらに変更を余儀なくされた。結局リベスキンド案は全体の 4% のみ残った。当初は世界一の高さとなる予定であったが計画の遅れのためにアラブ首長国連邦のドバイのブルジュ・ハリファが先に完成することとなり世界一高い建造物にはならなかった。2004年4月に着工し、2006年には新しい7ワールドトレードセンタービルが完成した。2009年には1ワールドトレードセンターが完成する予定であったが、工事中に地下部分でテロ犠牲者の遺骨が見つかるという事態がたびたび発生し、その度に工事が中断、延期。2009年から使用されている新ヤンキースタジアムの建設計画とどちらを優先するかで市民の意見は分裂していたこともあった。さらに世界金融危機による景気の悪化や資材の高騰などが重なるなどして工事が難航した。鳥の形のモニュメントの予算も縮小される予定である。紆余曲折を続けた建設だが11年間ニューヨークで最も高いビルに返り咲いていたエンパイアステートビルディングを2012年4月30日に再び脱いでフロアの高さで比べて同市一のビルになった。2013年5月10日には尖塔が取り付けられ最長部は541メートルに達しウィリスタワーを超えて西半球で最も高いビルとなった。2014年11月3日に竣工し開業した。ワールドトレードセンター跡地は、1ワールドトレードセンターを含めて6つの超高層ビルと記念碑で再建される。ありがとうございます。